ねえねえ、二人とも見た？レイの女装。見たわ。ほんとびっくりよね。年末の隠し芸大会でもバッチリ優勝できそうな凄技だわ。すごく綺麗で女の子らしくて可愛かったな。あいつ、あの格好でディオム魔術学院に潜入してアリアーヌとレベッカ先輩の妹を口説いたらしいわよ。それを無自覚でやってるんだから罪な男よね。ねえ、私たちも対抗して男装してみない？私なんかじゃ絶対無理だよ。それより予告やろう。次回、冰剣の魔術師が世界を滑る第8話。世界最強の魔術師である少年はバラを鼓舞する。いよいよアリアーナさんとの決勝戦だね。頑張ってね、アメリアちゃん。私、勝てるかしら。